池田玲子は国際公務員日本ユニセフ協会顧問第22代国際司法裁判所所長小和田常の次女出生名は小和田玲子皇后政子の実眉国際連合児童基金中日事務所副代表1966年7月8日スイス連邦のジュネーブ市で当時在ソ連日本国大使館一等書記官。 大和田恒と、同夫人、由美子の次女として生まれた。姉は、雅子であり、玲子と創生児として、共に生まれた妹が節子である。生後しばらく同国ベルンの在スイス日本国大使館、大使皇帝で育てられた。1969年、父の久しが、国際連合日本政府代表部に赴任したため、一家で渡米へ。 2歳から4歳までの2年間で、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク市の2つの幼稚園に通う。田園調布双葉小学校、田園調布双葉中学校、高等学校を卒業後、父の久しが OECD 日本政府代表部、特命全権大使に就任したため1988年から1年間、両親と共に突出し、ソルボンヌ大学に留学した。 帰国後の同年3月、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業した。1991年8月に、スイスのジュネーブ大学国際問題高等研究所、大学院を修了した。慶応義塾大学在学中に、ジュニアプロフェッショナルオフィサー試験に合格し、1991年9月より、ベトナムの国際連合難民高等弁務官事務所に勤務した。 1994年、中国、北京に赴任し、主に過疎地に住む、子供の健康、教育工場に携わった。移行国連官僚として、戦時児童担当、国連事務総長特別代表事務所、国際連合児童基金、及び国際連合本部などに所属し、ニューヨークの国際連合事務局に勤務した。その後、東京都港区青山、 国連大学本部の国際連合ユニセフ中日事務所副代表を務めた2000年10月池田漬久と結婚した2児の母2019年現在は米国ニューヨーク州在住他はありがとうございます